皆さんこんにちは、はやとです今回は交差点禁止の街第21回になります、えー、住宅需要をどうに伸ばすかここはちょっとさすがに二つの区画に分けようかこっち側とこっち側に分けよう でここはこんな感じで放射状にしましょう放射状が一番良さそうなことが分かったからねできるだけ放射状でいきたいねでえっとこれをさっきと同じようにつなぎますちょっと接続がいびつだけどだいぶ収入伸びてきたねそれにしてもなんかすごいね地上絵みたいだね 地上絵はもう他の人でやってる方がいるんですけどね。<laughs> 地上絵。シティーズの地上絵企画。パクリみたいになっちゃうな。<laughs> ここに大地震でも来たら地上絵が残るんだよね。道路が残って。それが後の地上絵だったりしてね。<laughs> 関係ないけど。はい、できました。なんか鳥の羽のような。<laughs> ロトの紋章みたいのできたけど。えっ、ー、と、ここは、えー、と両方とも住宅街にしましょう。 まあ本当は片方方商店街にした方がいいんだろうけどえと移動手段なんだけどここでどれを使うかというとそろそろですね鉄道を使ってみようと思いますついに来た鉄道最初から本当はね鉄道で移動したかったんだよねだけど鉄道駅ってものすごい維持費が高,あの高くて使えなかったんだよねですがそろそろ行けるので使ってしまいましょう鉄道 ちょっと、でもこれ、貨物船と分けないと大渋滞になるかもね <laughs>。また路線が <laughs>。よし。とりあえず、えー、区画を塗って。はい、区画を塗ります。で、水。でもここだけに駅があってもしょうがないからね。買い物にも行けないといけないし。えっ、ー、と、そういうのも考えなきゃね。とりあえず、買い物に行ければいいかな。すぐそこに高密度の商店街作ったから、あそこに買い物に行けるようにしようかな。 よしああこれここの人もここまでここ都道でつなげばいけるよねこれいらないなそう考えればただ2つぐらい駅あった方がいいかもな <laughs> ここに住んでる人がここの鉄道使えるとは思えないんだよね到底 <laughs> 絶対無理だよな <laughs> えっとちょっとそこを考えましょうここまで何かこうバスとかそういうので来れるようにしたいね 何がいいかな何かあればいいんだけどなやっぱロープウェイだろうな <laughs> 今回大活躍 <laughs> そんなに使う建物じゃねえだろうって気するんだけど <laughs> ここにロープウェイの駅を作ってここで降りて駅まで歩ける形にしようかだからまあ歩道だねでかっこいい歩道を使おうかここはもうかっこいい街にしよう 語彙が少ないねかっこいいかっこいいってよしつながってるねえっ、ー、とさらにどこにえっ、ー、とこのロープウェイの駅を置いていくかを考えあ環状線にするいや環状線じゃダメだなどうだろうび微妙かなもしかしたら微妙かもしれないこれをすべてつなげばかっこよくなるんじゃないかなつないでみようか さあ問題はつなぎパートなんだけどこのロープウェイの線ってね急カーブできないんだよね60度までしか曲げられなくて少しね癖があるんだよねただこれ高密度だから乗り切れないかもしれないねえー、っとあ超えられるんだここいいね よしできたぞちょっと動かしてみようかはいロープウェイできましたえっ、ー、と、電気があればこれで動くはず。ちょっと適当に電気通して。さあ、動くかな <laughs> さあ、行け <laughs> すごい奥の向かい側のロープウェイも見えるんだね。あ、これ全然動かないわ、これ。ちょっと待って。あの、あれだ。他のところのロープウェイに電気が来てない。結構区画が潰れちゃうね。しょうがないけど。 僕結構こうやってロープウェイとかで区画潰れるの気になるタイプなんですよ。だんだん最近気にならなくなってきたけど。<laughs> そういう細かいこと気にしてたらこの縛り何にもできない。廃墟が1個あるだけでもすごく気になっちゃう性格だったのに。<laughs> もう最近ガバガバになってきた。もう廃墟なんて消しようがないからね。このプレイだと。本当は嫌なんだよ。みんなも気持ち悪いでしょ、見てて。廃墟だらけだったり。あの、泥棒マーク出てるの <laughs> だから僕ちょっと思うんですよ、時々。この縛り失敗だったかなって。 もうちょっとなんかこう問題を解決しつつできる気にならないこう楽しい縛りが良かったかなさあえっ、ー、とこの区画に名前付けておきましょう何て名前にしようかな <laughs> チャゲナスカっていう町にしますここは <laughs> あの役とかやってない感じでお願いしますはいえっ、ー、とあとこの鉄道をつなげなきゃいけないねこのチャゲナスカにチャゲナスに どこにどこにつ,、えー、つなげようかなここにちょっと鉄道駅が欲しいねえー、っとどうしようかなこの辺りかよしよしちょっと拡張します一旦これを取ってさあこれをつながなくてはいけないどうやってつなぐ すでにある既存の線路を使っちゃうと渋滞しそうで嫌なんだよね別で通そうかこれはまあ今すぐは大丈夫かもしれないんだけど後々100%問題になるので狭い狭いい <laughs> けるかこれあいけるいけるいけるすごいね3つの線路が交差している大変だなこれ よしできたぞこれでえっと電線つなげば大丈夫だねはいさあえー、っとあそうだそうだあとは路線を設定しなきゃいけないんだっけもう2駅しかないからねはいこれで完成さあ今度こそチャゲナスカいきますロープウェイシュールだな <laughs> あ来た来た来た鉄道えっ、ー、と乗員乗客240分の0まあ当たり前か <laughs> まだゼロだ水がきあそうだそうだあとここに歩道を立てて来れるようにしなきゃだね駅って当然のように正面からも入れるんだけど裏口あるんですよ裏口入学できますだからこっち側とあとさらにこっち側をつないでおけばいいね これで使われるようになってくれるといいね、鉄道。鉄道はスピードがものすごく速いから。みんなさ、この辺りじゃなくて、端に住んでるんだけど。<laughs> あの、ロープウェイ駅があるところに住んでるね。面白いね。この、端の方に。じゃあ逆に中央にいろいろ建ててもいいのかなえっ、ー、と、これだけだともちろん稼働しないので、えっ、ー、と、あんまりたくさんは建てたくないんだけど、 え、リサイクルセンター。えー、それから、警察。これを立てておきましょう。消防署は、いいや、焼けるに任せよう。<laughs> あ、あとお墓も必要だね。リサイクルセンター周りの土地はどうせあんまり使えないから、お墓で埋めてしまおう。さて、そろそろロープウェイ使われてるんだろうか。あの、ロープウェイのカゴが全然来ないね。<laughs> かカゴ少なくないかちょっとあ来きた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 あんまりかご回ってないみたいだね4つ5つしか回ってないぞこれ全然足りてない気がする大丈夫なのかこれ、まあ、あとは住宅需要が埋まれば立つかもしれないねえー、とあここの商店街にも名前がなかったここの商店街にも名前をつけておきましょうイオンモールですはい だこの辺りにちょっと堤防的なのは建ててもいいかもしれないね。街を守るために。まだ来るよなとちょっとした津波対策をします。今のうちに。まあ、全面的に守れなくても多少ね、守れればいいよね。えっ、ー、と、ダムで。ちょっと <laughs>、ちょっと街かすめてる気がするけど <laughs>。大丈夫かなはいさあ、できたぞ。<laughs> 対津波対策。スーパーダムです。<laughs> でこのままだと維持引っかかっちゃうからえっ、ー、とオフにしておきますスーパーダムもう一つだねここにえー、っとちょっと <laughs> 貨物船が柱の位置の関係で貨物船が座礁しとる <laughs> すまない本当にすまないちょっとした手違いなんだ許してくれこれはちょっといけないね 貨物船が通れないと商品がね搬入できなくなっちゃうからこの町終わっちゃうからね気をつけないと45万円かかるんだけど <laughs> 冗談だろあ資金が3000円になった <laughs> これは <laughs> やばいなでもこれでもう相当守れるよねさあ津波対策できてきたあとはここなんだけどまあここはなるように任せるかな ちょっと内側にずらすべきなんだろうな本当はなこれをさあ財政が破綻しました <laughs> そしてダムの余波でまた <laughs> 水が <laughs> ちょっとずつほんちょっと盛り土すればよかったね自転車と立て始める前に <laughs> 失敗だったなこれは今回はここまでになりますご視聴ありがとうございました 良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。